羽生結弦さんがね結婚してね、未だにね、どういう人なのか誰と結婚したかわからない状態が続いてますが、まあ、落ち着きつつあるのかな。ちょっと羽生さんのね結婚の騒動、まあ、なんとなく一般人だろうなっていう風に、ね、なってきてて、仙台の一般人だっていう説がね強くなってるんですけどね。まあだろうなと思います。チーム羽生の中でやっていくってなると、まあ、仙台の一般人しか、まあ、物理的に考えても無理だろうなと思うんですけど、じゃあ個人的に羽生結弦さんと会う女性ってどんな人なのか、相性がいいのはどんな人なのかって占ってみるっていうのを前やったんですけど、芸能人で例えるとどういうタイプの人が羽生さんに会うのかっていうのを、まあ、占いで見てみるんですけど、羽生さんの持ってる星と合うね星がいくつかあるんですよ。じゃあそれを持ってる中のまず一つは、一人目は橋本環奈ちゃんですね。橋本環奈ちゃんみたいな人であれば羽生結弦さんと相性はいいっていうのがあります。まあ、どういう面かというと、橋本環奈ちゃんの持ってる星っていうのは家庭的なんですよね。ああ見えて家庭的、まずね、だってあの若さで3億の豪邸買ってますからね。まあ、それも親のためにですよね。堅実なんですよ、実は。ああ見えて家族を大事にする、家庭を大事にするっていう星なので、そもそもが家族とか家、そこから仕事がうまくいくっていう風な、星なので、まあ、家族家庭を大事にする、まあ、そこはチーム羽生ファミリーを大事にするっていう意味でも共通するところはありますよね。橋本環奈ちゃんってよく玄関とかを写真にアップしたりとかする、すごい綺麗で物一つ置いてないみたいなことなんですか。あれ風水ですよね。あの人は風水をやってるわけですよ。だからものすごく家綺麗、ゴミ屋敷とかの人いるじゃないですか。あれは確実に風水とか全く関係ない人で、風水をやってる人は絶対家綺麗で、僕はの持論はあるんですが、まあ、橋本環奈ちゃんはご多分に漏れずにそういう人だと思います。でああ見えて実は自分がじゃないんですよ。相手を立てる星なんですよ。2番目3番目が得意な星、ここ最近やっと主演が、橋本環奈ちゃんって主演をやるようになってきたんですけど、実は2番手3番手で盛り上げて今まで来て人気が出てるわけですよね。自分が無理して目立つっていう感じではなく、引き立てるのがとても上手い人ですよね。会社でも社長になるんじゃなくて副社長とか専務とかそっちだとうまくいく人で、信頼感がある、トップの人が信頼しやすいっていう星を持ってる。だから羽生結弦さんはどちらかというと経営者の星なので、2番手3番手でちゃんと縁の下の力持ちで支えてくれる人が近くにいるとやりやすいんですよ。そういう意味では橋本環奈さんとの相性っていうのはものすごくいい。あと別なタイプで言うと相性がいいのは永野芽郁さんですね。永野芽郁さんの持ってる星が羽生結弦さんと相性がいい。どういう面なのかというと、羽生結弦さんというのはなかなかね、心を実は許さない人なんですよ。あまり人を簡単に信用しないですね。だからチーム羽生、家族だけ、信頼のおける人と深く、幅広く付き合う人ではないんですよね。狭く、深く行くっていう星なんですよ。で、その一人の人を信用するために、とても時間がかかるっていう星なんだけど、その分、だから人付き合いは実は苦手なんですよね。どっちフラットな人付き合いがあまり得意じゃなくて、先輩後輩とか上下関係とかね、先輩に対してはものすごく礼を尽くす、そして後輩に対してはしつけは厳しいとか、なんかそういう上下関係が結構ある人で、まあ、要はフラットでね、本当フラットで対応できる人っていう感じではない。で、長野芽郁ちゃんが持ってる星っていうのはそれがフラットなんですよね。上下関係はもちろん大切にするけど、実はわけ隔たりなく付き合える、人付き合いがとても上手い星なんですよ。で、人にも好かれる、そして人見知りが全くないっていう星だから、そういう面では一緒にいるとバランスがいいんですよね。羽生結弦さんの持ってる星と一緒にいるととてもバランスが良い。結構羽生さんが持ってる星っていうのは不器用ですね。とても力のある星なんですよ。めちゃくちゃこうトップに躍り出る星だけど、広く浅くはできない感じの星なんだけど、長野芽郁ちゃんが持ってる星っていうのは広く浅くできる星なんですよね。何やってもそこそこ成功するっていう星。羽生さんが
持ってるアジェっていうのはズバ抜けて成功する、これを極めるとズバ抜けて成功するって星だけど、永野芽郁さんが持ってるアジェっていうのはズバ抜けて成功はしないけど、まんべんなくそこそこ何やってもうまくいく、どんなことやってもうまくいくっていう星だから、まあ、そういう面ではバランスがいいんですよね。占いで見る相性っていうのはバランスの問題なので、バランスがいいって考えるとそこら辺ですかね。中根です。